はい、こんにちは、116インズです。すでにニュース等で皆さんご存知かもしれませんが、ナショナルズのスティーブン・ストラスバーグのリハビリが全く進んでいないどころか、キャリアの瀬戸際に立たされていることが先日ワシントンポストから報道が出まして、個人的にもなかなかショックを受けています。記事によれば、ストラスバーグは重度の神経損傷を患っているそうで、4月中旬時点では下半身のトレーニングを行っていたものの、右半身の痛みやうずき、しびれによって続行が困難となってしまい、すでに1ヶ月以上トレーニングや運動が全くできていない状態のようです。ここ数年健康面に問題を抱えてきたストラスバーグは、体を引き続き休めて症状の改善、もう一度ピッチングができるようになることを期待しているようですが、昨年9月の段階でもワシントンポストに対して再びメジャーのマウンドに立てるかについての不安を漏らしていたところでもありますし、今回の彼の続報ではその不安が徐々に現実のものとなりつつある。本当に二度とメジャーのマウンドに立つことができない可能性は残念ながら高まってしまったかもしれません。ナショナルズが世界一に輝いた直後の2019年オフにチームと7年総額2億4500万ドルの契約を結び、残留を決めたストラスバーグですが、契約初年度の2020年以降は怪我、健康面の問題によりまともにプレーができていません。胸郭出口症候群による痛みやうずき、しびれに悩まされ続けているストラスバーグは、2020年以降3シーズンでわずかに8先発、31回3分の1しか投げることができておらず、大型契約はチームとストラスバーグ本人が思い描いていたような結果とはなっていません。昨年2022年はちょうど1年前の6月9日マーリンズ戦に先発したストラスバーグですが、この試合は5回途中7失点、速球の平均球速は90マイル程度と、往年のボールは完全に失われており、体も相当にボロボロであることが伺えるような内容ともなってしまいました。投げるどころか運動やトレーニング自体もできないような状態で、かつもし復帰できたとしてもかつてのようなボールを投げることもおそらく難しい。来月には35歳の誕生日を迎えることも考えると、ストラスバーグの野球選手としての未来を明るく捉えることはもはや困難かもしれません。仮にこれでストラスバーグのキャリアが終わってしまうのであれば、ドラフト史上最高の選手として注目された選手の終わり方としては寂しさも感じる部分はあります。高校生の時は太りすぎなどで選手として評価されず、ドラフトされなかったストラスバーグですが、サンディエゴ州立大学に進学してからの徹底的なトレーニングによってチームのエースへと成長、2008年の北京オリンピックアメリカ代表には大学生として唯一選出されるなど、アマチュア球界でも注目の存在となりますと、2009年は大学で13勝1敗、防御率 1.32、109回を投げて195奪三振と別格のピッチングを披露。その圧倒的なスペックからドラフト史上最高の選手との呼び声も高く、この年のドラフト全体1位指名はストラスバーグで疑いなし、実際にその1位指名権を持っていたナショナルズが彼を指名するに至りました。 NFL や NBA とは違い、ドラフトされたばかりのルーキーが基本的には即戦力になり得ない MLB でアマチュア選手が大きな注目を集めることはかなり珍しいのですが、ストラスバーグに関しては本当に異例の注目度で、翌2010年に AA でプロデビュー戦を迎えるのですが、マイナーの試合にもかかわらず ESPN が中継するという、今でもちょっと類似の例が思いつかない、それくらい多くの人がストラスバーグに期待を寄せたと。でストラスバーグ自身もその期待が全く間違っていないような圧巻のピッチングを見せてくれるんですよね。特に衝撃だったのは彼の MLB デビュー戦、この試合は覚えている方も多いと思いますが、私も今でも鮮明に覚えています。2010年6月8日のホームでのパイレーツ戦でストラスバーグは MLB デビューを飾ったのですが、まずこの当時のナショナルズは前身のエクスポズ時代から低迷が続いてしまい、ホームゲームも全然球場が埋まらないような状態だったにもかかわらず、ナショナルズの命運が変わる瞬間と感じた方も多かったんですかね。実に4万人以上がストラスバーグデビュー戦に集結、大観衆が詰めかけた中でストラスバーグが初回から飛ばし、90マイル後半、100マイルに近いようなボールを連発して、パイレーツのバッターたちを手玉に取りファンを沸かせます。この当時は先発投手の平均球速が91マイル、92マイルとかの時代ですからね。その時代でいきなりルーキーの先発が98マイル、99マイルのボールを連発して、興奮するなというのも無理があります。ストラスバーグは4回にツーランこそ浴びますが、それ以外は見事な奪三振ショーで7回2失点14奪三振。なるほど、これがドラフト史上最高の選手と呼ばれるゆえんかと、これはとんでもないピッチャーだなと当時思った記憶がありますし、私がメジャーを見始めてからこれほどまでに注目され、そしてこれほどまでに衝撃を与えたデビュー戦はストラスバーグ以外にはないようにも思います。それくらいの衝撃でした。ストラスバーグはその後トミージョン手術を受けることになってしまい、2010年から2011年にかけて1年ほど棒に振ってしまうんですが、2012年に本格復帰を果たし、この年28試合で15勝、防御率 3.16、初めてのオールスターも経験しました。デビュー当時ほどの球速はないながらも、先発としてその後もしっかり活躍し、オールスター3回、サイヤング賞投票でも3年得票するなど、リーグの中でも上位クラスの先発だったのは間違いないでしょう。
ちょくちょく怪我で離脱するイメージはありながらも、トミジョン手術後2019年まで1年を棒に振るような大きな怪我には見舞われず、毎年120イニング以上は投げていますし、2017年はベースボールレファレンス算数のウィンザボリプレイスメントで 6.3、2019年は 5.6 と、いい時にはリーグトップクラスの成績を残せるところも証明しています。今振り返ってみてストラスバーグがドラフト史上最高の選手だったとは言えないかもしれませんが、全体1位指名の選手であってもその後の活躍が保証されない MLB で、通算のウィンザボリプレイスメントで30以上稼いだ時点で十分に野球選手としては成功したと言ってもいいでしょう。また2019年のポストシーズンにおける彼のピッチングはもはや伝説です。この年のナショナルズはストラスバーグやレンドンの FA を控え、豪華なメンバーを揃えることができる最後の年だったにもかかわらず、5月下旬時点で借金を12も抱え込む苦しいチーム事情でしたが、その後追い上げてワイルドカードを獲得。プレイオフでも快進撃を続けるわけですが、ブルワーズとのワイルドカードゲームでは先発のシャーザーが5回3失点でマウンドを降りたところ、これ以上の失点が許されない状況でリリーフ登板したストラスバーグが3イニングを0に抑え逆転勝利につなげると、ドジャースとのディビジョンシリーズでストラスバーグは第2戦と第5戦に先発し、いずれのゲームでもクオリティスタートを達成、しっかりとゲームメイクし2年連続ワイルドシリーズに進み、2019年も106勝を挙げたドジャース相手のアップセットに大きく貢献。カージナルスとの NLCS 第3戦は7回1失点12奪三振と全く相手を寄せ付けず、またもチームを勝利に導くと、アストロズとのワールドシリーズでは第2戦6回2失点で勝利投手、負けたら敗退と絶体絶命の状況で迎えた敵地ヒューストンでの第6戦は9回途中2失点の好投でチームを救い、結果的にその次の第7戦も勝利したナショナルズが世界一の栄冠に輝きました。2019年ポストシーズンを通してストラスバーグは登板した6試合全てでチームが勝利し、自身も無傷の5連勝、36回3分の1を投げて防御率 1.98、 47個の奪三振に対してフォアボールはわずかに4つ、ワールドシリーズ MVP にも選出されるなど、ストラスバーグのあの活躍なくしてナショナルズの世界一は語れないでしょうし、まさに英雄という言葉がふさわしいようなピッチングをあの秋見せてくれましたよね。この活躍もあってか2019年のオフにストラスバーグとレンドーン、どちらを残すかの選択でナショナルズはストラスバーグを選んだわけですが、これほどまでに7年契約が悪い方向に進んでしまったのは残念でなりませんよね。しかもこのストラスバーグとの契約について、ナショナルズは高額すぎる保険料の支払いを嫌ってか全く保険をかけていなかったようですので、契約は2026年まであと3年以上も続きますが、その全てが金銭的にもナショナルズに重くのしかかることになりそうです。とはいえ2019年の世界一をもたらした時点でストラスバーグは永遠に英雄、ワシントン DC のヒーローであることに変わりはないと思いますけどね。なんとかもう一度復活してマウンドに立ってほしいという気持ちもありつつ、トレーニングや運動すら全くできない状態、痛みや痺れなど日常生活にも影響を与えかねない症状を聞いてしまうと、野球以前にどうか健康な生活を送れるようになってほしいという気持ちもあったり、彼にマウンドに帰ってきてほしいと願って良いのか少し迷ってしまう気持ちもあります。ストラスバーグのこれからはどうなっていくのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。